ビクトールド、ペルシニーペルシニー公爵ジャンジルベールビクトール・フィアランは、フランス第二帝世紀の政治家、ナポレオン三世の最も忠実な副線、ロワール県のサンジェルマンデスピナスで、朝税役人の子として生まれ、リモージュで教育を受ける。1826年に、ソミュールの騎兵学校に入学し、2年後には、第四表騎兵連隊の軍曹となるが、 7月革命における連帯の行動が命令不服従とみなされ、解雇されて記者となる。1833年には熱心なボナパルティストとなり、自身の家系に伝わっているとされたペルシニー死者の位を名乗るようになる。1836年のストラスブール一期と1840年のブローニュ一期という二度のボナパルティストの放棄に参加したが、いずれも失敗に終わる。 二度目の放棄後に逮捕され、要塞での20年の禁錮刑となるが、ベルサイユでの交流に限定された。刑期中、エジプトのピラミッドの建設は、ナイル川が泥で埋まるのを防ぐためであったと論じた本を執筆し、1845年にピラミッドの目的と永続的な効果についてという、題で出版を見る。2月革命中に臨時政府によって逮捕されるが、 釈放後にルイ・ナポレオン・ボナパルトの下で、彼の大統領選挙での勝利に多大な貢献を果たし、ナポレオン三世の熱烈な支持者として、シャルル・ド・モルニーやサンタル・ゲンスイと共に、帝政の復興期とした。1852年1月には、モルニーの公認として、内務大臣に就任し、その年のうちに、元老院議員となる。1854年にはこれらを辞職し、 翌年からわずかの間を挟みながら在ロンドン大使を務め、1860年に再び内務大臣となる。しかし、力を増しつつあった政敵のウジェーヌルエールによって1863年に辞任を余儀なくされ、同年に公爵位を与えられる。さらに、皇后ウジェニーにはペルシニーがかつてナポレオン三世と彼女の結婚に反対しており、 また会議に皇后が隣席していることを批判したメモ書きが彼女の手に渡っていたために敵視され、これがルエールとの対立よりも深刻な結果を招いた。1870年の不仏戦争まで彼は皇帝に会うことを許されず、敗戦で国を追われると皇帝とはさらに疎遠になった。その後1871年に帰国し、1872年1月12日に、 ニースで死去した。ナポレオン三世に、その亡命時代や、東国期から従い続けた狂信的なまでの支持者として、ペルシニーは政治の上で皇帝を取り巻く、様々な側近の中でも常に遺災を放っていた。これを封して皇帝は次のような言葉を残している。皇后は、レジティミスト、モルニーは、オルレアニスト、ナポレオン公は、共和主義者で、私自身は、 社会主義者、ボナパルティストは、ただ一人、ペルシニーだけだ。そして彼は狂っている。ありがとうございます。